はい、今ちょっと移動してきて、でまだ無表のところをちょっと、場所を探して追っていて、で、日がちょっとずつ出てきて、今日はかなり寒くて、まあ、虹も出てますね。虹が出て、多分ダイヤモンドダストも出てるんですけど、ちょっとダイヤモンドダストはスルーして、まあ、虹がちょっといいとこ来たらその後撮ろうと、撮るようにして、サンピラーと、まあ、虹ですね。こっち側にも出て、今撮ってるのは、こっち側は太陽の光が当たり始めて、こっちはまだ影で、色の色味が違って、こっちは暖色系、こっちは寒色系で、それを木の真ん中の木で分けて分割にして撮ってみました。これかなり面白くて、まあ、自分も初めてこういう感じで撮ったんですけど、これ面白いなと思います。はい、ちょっと急いで、ちょっと上の方に上がってみます。今ちょっと上がってきて、で今、スキー場の横にいるんですけど、ここの部分を通って、で今ここに3本、白樺があって、で上の部分だけ太陽が当たってて、綺麗なんですけど、そこを撮ってました。で部分的にいいところを撮って、であとは、3本虹も出てるんですけど、ちょっとあそこは無理に追わずに、いいところがあったらという感じで、ね、ちょっと目の前のところをいいところ探しています。今日はもうかなり寒くて、カメラも凍っちゃってマイナス9度ぐらいいってて、でダイヤモンドダストも今待ってるんですけど、ちょっといいコース撮れないので、そこはちょっとスルーして、ちょっと撮れるものを今撮ってて、ちょっと凍っちゃってるんですけど、このコナシの木かな、それが、ちょっと霧が奥にうっすらちょっと残ってるので、そこを入れて、で青空もかなり綺麗なんですけど、引きでこの部分を取って、で今ズームで、コナシと、カラマツかな、その、そこを取っています。はい、ちょっとかなり今日はすごい日で、ちょっと撮るものが多すぎて、ちょっと休む日ないですね。